ハイドですそしてもう一つ、海川さんがギャグセンスが気になりますって書いてありました。で、このギャグセンスとかね、笑いっていうのはすごく難しい話で、定義っていうのはないんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。っていうのが、どこで笑うかっていうのは人によってだいぶ差があるんですね。例えば、海川さんが書いたこの漫画。 でも笑ってくれる読者はいると思いますだけど笑えないっていう人もいると思いますでそれはどっちが正しいかとか正しくないかとか海川さんの逆センスが あるかないかではなくて、笑いのツボっていうのは人によって違うからです。僕が一つアドバイスするとしたら、漫画家っていうのは自分の頭の中にある映像や情報を読者に伝えること、それが仕事になってくるので、この書き方だと、海川さんが頭の中でこれ面白いって思ったものが伝わってない、もしくは伝わりにくいことが問題ではないかというふうに思いました。何が伝わってないか、スマホの 加工機能で友達の桜ちゃんの小顔、この効果が極端に小さかった。ここだと思うんですね。ここが笑いのツボだと思うんですよ。海川さんの中の。ここが笑えるところだと思うんです。一番ね。だけど、それがこの2コマ目、3個目、ここで伝わってない。 これが問題かなと思いましたね。ただし、それが伝わるようにかけてたとしても、やっぱり笑う人と笑わない人ってのは出てくるんですね。それはもう漫画のせいではなくて、どこで笑うか笑わないかっていうのは人によって大きく違うからです。例えば、お笑い芸人とか見てても、あの人人気があるみたいだけど、何が面白いのかわからないとか、そういうのってよくないですか逆に、自分があの芸人さんめっちゃ面白いと思っても、友達にはそんなに面白いと思われてないとか、 良くないですかそういうのってだからまずは自分がこれ面白いって思ったことを信じてあとはそれがちゃんと読者に伝わるかどうかそういう書き方をしてるかどうかっていうところを重要視してほしいと思いますでもそうだなこの答えだとちょっと物足らないっていう人もいるかもしれないのでまあ、僕なりに笑いって何かどういうところで笑いが生まれるかっていうのを、まあ、考え 考えてみたんですけども緊張と緩和かなすっごい緊張感がある中で気が抜けたことを言われるとそこで笑いが生まれるっていうことはよく言われます。緊張と緩和っていうのが分かりにくいっていう人はもうちょっと優しい説明の仕方をするとしたらやりすぎ っていうのは一個笑いが生まれやすい要素かなって思います。例えばこの漫画でもやりすぎで笑いを生もうとしたんだと思うんですよね。本来なら自分の顔を可愛く美少女に見せる小顔機能。その小顔がこんな豆粒ぐらい小さく、ここまで小さくすることでここで笑ってもらおうとしたわけじゃないですか。でも実際にはここまで小顔にする機能ってのはないわけで、要するにこれってやりすぎですよね。例えばお料理、ハンバーグ定食、お待たせ しましたつって、いつもよりも大きいハンバーグが乗ってたら、いつもよりもご飯が大盛りだったとしたら嬉しいじゃないですか。でも笑いっていうのは生まれないですよね。でもはいハンバーグ定食お待たせしましたつって、ハンバーグが10個乗ってたら、もうそれは笑っちゃうじゃないですか。へこんな食えねえわっていうご飯がうず高く30センチ持ってあったら、それはもう笑っちゃうじゃないですか。えー、ってやりすぎだよっていう。 やりすぎって一個笑えるかなと思いますね。 わかりやすい笑いの生まれ方。僕は学園コメディ漫画で長く連載していたんですよ。なので、ここからの話は、あの、コメディ漫画家の細かい話だと思うので、のスルーしてもらっていいんですけども、一応僕が意識したとこなんで説明しておきますね。4コマ目のオチなんですけども、僕はもう一笑い入れているんですよ。これ気づいてくれた人は、多分僕と笑いの感覚が似てる人だと思うんですけど、このね、4コマ目のこれだったらね、展開が 止まってるんですよ、僕的に言わせれば。何これ私、顔がないんだけど、ちょっと小顔加工しただけじゃん。大げさ。ちょっと小顔加工って、要するに、小顔加工っていうところから、進展がないんですね、会話に。こっちからは、小顔だってことをみんなに知ってほしくてっていうのに対して、桜ちゃんが、そうね、小顔だってことは伝わるわね、っていうふうに、もう、 一つ乗っけてるんですね。乗っけてるって何かというと、一応この、さくらちゃんは、これは小顔加工はできてるねっていう部分では、同意してるんですよ。そこは納得してるんですよ。だけど、これが可愛いかって言われると、可愛くはないよっていうことを僕は伝えてるんですね、ここで。要するに、同意に見える突っ込みなんですよ、これは。乗り突っ込みに近いかな ちゃんんがやっっったこととに対ししてててて一応は納得してるるそうだねって言ってるんだね言けどお前それ間違ってるぜっていう感じを言ってるって言ったらいいのかな。だから小顔っていうところから僕はもう一歩会話を前進させてるんですね。これのオチとこれのオチともちろん好みがありますからこっちの方が好きだっていう人はいると思います。だけどこれだと ちょっと変化がないなと思ったので、もう一笑い入れたくて、このような乗りツっコみみたいなセリフに変えました。だから、こういうのって、その人の笑いのセンスって人によって違うから、これがいいとは僕は言いませんよ。ただ、例として書いたっていうふうに思ってください。笑いってやっぱり、まあ難しくって、これだと、まあこのネームから僕はだいぶ変えたと思って、 ってるんですね、この子たちが今写真を撮ってるっていうのは、これは過去に撮ったっていう風になってるし、あと、ラメラちゃんの見え方もだいぶ変えてるし、オチも変えたんで、変えすぎかなというか、まあ、どうしても僕はあの、コメディ漫画家だったんで、笑いっていう部分では自分職になりがちっていうか、僕の色を入れがちなので、もうちょっと、これに近いのをもう一本書いたんですね、僕。 とこっちの、もともとの、海川さんが書いたネームに近いものも書いてみました。もうこれは1個目、2個目、一緒です。さくらちゃん写真撮ろうと。いいよ。ちょっと加工するね。今から2人が写真撮ろうとしてるわけですね。この3個目で小顔にしたっていうのが分かりにくいなと思ったので、1個マ入れました。スマホの中の小顔効果っていうのを、ぐいってこう、マックスに、みーってこう、みーみ <laughs> ーってこうやって、 伸ばして、で、この4クマ目で、このスマホを書くことによって、ラメラちゃんは美しく、えく、ー、桜ちゃんは異常な小顔にっていうのが分かりやすくしたバージョンも書きました。で、何これ私顔ないんだけど、と。だからこっちからの念、ね、は、もともとの海川さんのネームにかなり寄せたものになってます。それから、 海川さんがメールで書いてる、ラメラちゃんはとても友達思いのいい子。これも作者が考えた設定ですから、その作者の海川さんが考えた、ラメラちゃんはいい子なんだっていうことが分かるように、もうちょっと素直そうな感じにしました。表情も、セリフも、まあ、桜って呼び捨てなのを桜ちゃんって呼ばせたりとかね。もうちょっとこう、ほんわかした感じにして、この子は悪い子じゃないんだっていう空気を出してみました。だから、今回、この二つのネームを僕、 書いてみたんですけども、で、好みは分かれると思います。こっちかがいいって思う人とこっちかがいいって思う人。まあ、こっから僕漫画家的な話をするとしたら、編集さんとこういう時どうするかっていうと、この2本僕はネームを書いて2本とも編集さんに見せます。担当さんに。どっちがいいですかどっちが面白いですかっていうふうに僕は担当さんの意見を伺います。自分の意見も持っていくべきなので僕はこっちの方が好きです。まあ、編集さんがどういうふうに言って、 言われるか分かんないんですけども、もしかしたら編集さんはこっちがいいって言うかもしれないし、こっちが面白いねっていうに言ってくれるかもしれないし、分かんないんですけども、なんでこっちがいいと思うっていうふうに担当さんから聞かれた時に、なんでこっちの方がいいと思ったかっていう理由も説明します。理由は、この漫画の笑いっていうのは緊張と緩和っていうのが大事、ギャップっていうのが大事なんで、2コマ目から3個目。まあこれに3個目から4コマ目ですよね。これのギャップっていうものが、 こっちの方がダイレクトに伝わるっていうところです。ニコ豆で見せた美少女。この顔がこうだったっていうのが、こっちはわかりやすい。だけど、こっちは小顔効果をグイッと持って でこうなっっっっっっっててここううううななたいいいののがちちちょっととストトレーーにに伝わりにくかいかいかどっちのネームを押すかちっとこっちを押押すす絵的な変化の面白さがあるかなっていうか、これだけ見ても笑えるじゃないですか。漫画として見た時に。だから、こっち側は僕は押すかなと思いました。あと、これ漫画と関係ないことなんですけど、僕が気になったのは、今、あれなんですね。スマホって、一人一人設定できるんですね。昔のスノーとかって、猫耳をつける設定とかにしたら、 猫耳がついたりとかしたじゃないですかじゃあ今のスマホはこうやって中に2人以上人間がいてもこの子は小顔にしてこの子は小顔にしないとかそういうことができるんですねそれは僕知りませんでしたなんかそういうのがもう 進化してるんだなっていう。それか今でもないけど、この漫画だけでこういう風な設定にしてるのが、一人一人設定できるっていう。これがちょっと僕よくわかんなかったんですけど。あ,あと、僕気になったのが、この女の子たちが、学校の制服なんだけど、袖が着物みたいなのがすごい気になったんですね。でもこれはもう、この学校の設定っていうことで、僕も同じようにあの着物みたいに描いたというか、そこは別に指摘するとこじゃないかなって思って、こういうね、漫画だったら、実際にありえないような制服の 設定もありだし、もしかしたらこれはね、近未来とかそういう設定の学校かもしれないですし。ただ、僕はどうしても漫画描く人間なので、漫画家が描いた気持ちに立っちゃうんですね、僕は。ここはこうしようとしたのかな、とかって。だけど、一般読者はそんな優しく見てくれませんから、漫画のこと。これ見たら一発でおかしいとかって言う人もいると思います。この漫画からは、1ページからは、この舞台がどういう学校かまではわからないんでね、なんでこんな着物みたいな袖なのっていうことに対して、 感感を感じた人もいいるんじゃないかなかっててことも付け加えておきましょうもしこれが意図せずですよ。作者の海川さんが意図せず、こう書いてしまっているのであれば、正しい制服の袖の形をね、見られた方がいいと思います。コメディー漫画はね、ノリがすごい大事なので、海川さんは明るくて楽しい学園生活っていう雰囲気が 出せてると思いますし、自分はもう絶対漫画家になりますっていう風に強い情熱もお持ちみたいなので、その情熱があればね、きっと漫画家になれると思います。あなたの漫画はもっと面白くなります。漫画原稿を書くヒントに してください僕はこのチャンネルで皆さんの漫画の書き方のヒントになることを配信しています。週刊連載をやった僕しか話せない体験談などを配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので、概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。